一面に咲き誇るコスモス畑。白やピンクの可憐な花がそよ風に揺れています。高知市高須の国道三十二号沿いでは。毎年、地元の生産者などが多くの人に楽しんでもらおうと。稲刈りをした後の田んぼに。コスモスの種を植えていて。今、見ごろを迎えています。今日は。訪れた人たちが思い思いに散策したり。 写真を撮ったりしながら色とりどりの景色を楽しんでいました今朝の県内は放射冷却と寒気の影響で強い冷え込みとなりました湯原町では氷点下0.2度まで下がり県内で今シーズン初めて氷点下を観測また四万十町で0.2度、高知市で5.5度と16の観測地点のうち14カ所で今シーズン最も冷え込みました 高知市の高須で見られるピンクの絨毯は今月いっぱい楽しめそうです。